皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は3COINS で購入してきたものをご紹介したいと思います。結構 3COINS は何回も言ってるんですけど、やっぱり動画に動画で紹介したことがなかったので、今日多分初めてですね。はい、では早速ご紹介したいと思います。じゃじゃーん。こちらのなんかね、レースランドリーネット巾着型2枚セットっていうのを買ってきました。これなんかランドリーセット、あ、ランドリーネットなんだけど、でもこれなんか、まあ、旅行行ったりとかちょっとお洋服分けたりとかするのになんかいいかなと思って買いました。なんかなかなかランドリーネットとかって売ってるけど、こんななんかレースのとか売ってないじゃないですか。でレース好きの私にとってはもう最高に可愛いなと思って。でもこれがね、ほらすごい可愛くないですか。巾着なんだよね。ちょっとなんか分けるのに、バッグの中に整理するのにもいいですよね。でこれ大小、これが2個ついてました。これとこれね、2個ついてて300円。はい、であとなんかこういう手提げみたいに取っ手がついてるのもあったんだけど、それはサンプルだけしかなくて、もう売り切れでした。はい、では次に、あ、そう、それでなんかお買い上げいただいて、なんかアプリがまた3COINS もあるんですけど、アプリなんか入ってる人はっていうと、これマスクくれました、プレゼントで。はい、今プレゼントくれるみたいです。はい、で次に行きます。じゃじゃーん。これ、まあ、お値段全部300円です。でじゃじゃん、これね、ウッドサービングボードサークルっていうのが、これサークルでもあるね。これね、サービングボードってすごいいっぱいあって、まあ、パン教室やってるからボードすごくいっぱいあるんだけど、なんか最近またちょっと丸いのとか探してたら、この間ナチュラルキッチンを見たんだけど、あんまりいいなと思うものがなくって、これすごく可愛いから買ってきました。ちょっとね、インスタとか載せたりとか、まあ、パン載せたりとか、写真撮る時も使うし、お料理したりとかする時も使うので、これすごく可愛いなと思って買ってきました。はい、他にもね形ありました。長方形というか長いものとかも、私はちょっと丸が良かったのでこれを買ってきました。そしてあとこれに合わせて、このウッド調のスプーンとフォーク、あ、これは150円でした。ちっちゃいのと、あとこっちは300円ですね。これ大きいの、大きいのとちっちゃいの、こっちは150円、こっちは300円、これ買ってきました。これとで、なんかこれとちょっと合わせていいかな、可愛いかなと思って買ってきました。でちょっとこれアカシアだと思うんですけど、ちょっと結構匂いがします。で匂いちょっと苦手な方はちょっと注意にしてください。あとこれね、これはなんか前になんかまた頼まれたんだけど売り切れで買えなかったんだけど、これすごいとても人気のオーロラのグラスですね。クリアとブラウンがあるけど、クリアが売り切れてたんですけど、これが入荷してたよって言って姉が買ってきてくれたので、これ、うん、これはねいただきました。はい、買ってきてくれました。違う日に、ね、行って買ってきてくれました。はい、そして3COINS結構アクセサリーも充実してて、私アクセサリー好きなので結構買う、あ、3COINSじゃなくても買うけど、買ってきちゃいました。3つも買っちゃった。なんか可愛いのが合いました。その時アクセサリーとかって必ず可愛いものがあるわけじゃないから、たまたまですけど、これもね見てください。これもう300円だよ。2ウェイって書いてありますけど、これが後ろのこのパーツとこのパールと別々でもつけれるみたいですね。星になってる、見えますか、見える、すごい可愛いんですよね。そう、そしてこれの色違いも買ってきちゃった。なんか私ほんとなんかね、アパレルのお仕事してたから、洋服とか、この間お友達とも話してたんですけど、洋服とか買うのがなんかもうほんと異常なんですよね。でアクセサリーとかも1個とかじゃなくて、もう2お洋服とかもカラーとか3色買いとかしちゃったりとか、だから白、黒、グレーとかっていうのに2色、3色買いとか2色買いとかしちゃうのが当たり前だから、このねアクセサリーもこのね、今シルバーをご紹介したけど、こっちもゴールドもあったからゴールドも買ってきちゃいました。すごい可愛かったんですよこれ。はい、そして
あとこのタイプでまたこれも、あ、4個も買ってる。で、このパールのやつを買ってきました。これもすごい可愛い。なんかすごい飛行機が飛んでるから飛行機の音聞こえますか。そしてこれがピンクゴールドのなんかこのリこう前から見ても赤に見えるやつ、はい、これを買ってきました。はい、こんな感じで以上です。もう4つも買っちゃいました。でもね、またまたね、私本当にポイントがどんだけ貯まるんだっていうか、これもポイントでポイントを貯まってたから、ちょっと日本分ぐらい分はポイントで貯め替えましたね。はい、こんな感じでちょっとつけてみようか。時間大丈夫かな。つけてみましょうかね。なんか3コインズってこの間なんかデヴィ夫人がテレビで特集してましたけど、今ねこうね中性洗剤のポットっていうか、こう押したら出てくるっていうのがなんかすごい人気みたいで、私が行った時はもう茶色しかなかったから買えなかったですけど、あ、これね全部ツーウェイが、これがこれがこれとこれが取れるから1個ずつできるみたいで、今ちょっとこうやってやる、こうやって、これは今、あ、私それでピアスですね。私はちょっとイヤリングの方はちょっと参考にならなくてごめんなさい。こんな感じですね。ツーウェイだけど今全部つけてる感じで、でこれのパールとこのパーツが別々にもつけれるっていう感じみたいです。1個だけね、これこんな感じです。どうですか、可愛いかな。はい、今日はこんな感じで、ちょっと全部やるとね時間がすごいあれなので、3COINSで購入してきたものをご紹介しました。なんかいっぱい買ったと思ったら、ちょっといつものごとくちょっとだけでした。でもすごいやっぱり3COINSやっぱ100均とかよりは可愛いものがすごいたくさんあるので、ちょっとまあそしておしゃれな感じのものが多いので、ぜひ見に行かれてみてください。はい、今日の動画はこんな感じで終わりにします。いつもご視聴ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。あ、いいねボタン、そして高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。インスタとツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。言うの忘れちゃった。では